はい、こんにちは。日本改革党、楠澤です。川と山と、水魔、水利魔法様、かっこかっことじ様、ドン公様、ご支援ありがとうございました。何度も何度もご支援いただきまして誠に誠にありがとうございます。ありがたく頂戴して政治活動資金と、河野太郎裁判費用に充てさせていただきたいと思います。チャンネル登録、メール等に登録よろしくお願いいたします。注目の選挙区結果、非公認とされた萩生田光一さん当選、対抗の有田芳生は肉薄して比例復活してしまいました。誠に残念であります。萩生田さん77,000票、有田77,000票、77,000票と71,000票だったらしい。危ない危ない、結構肉薄されてますね。選挙事務所でですね、開票数待ちする有田の横にですね、八王子の活動家菱山直子が座って、いました。さすが高田健、80歳にですね、総掛かりの後継者に指定されるだけあって偉いんだなぁ、思っちゃいました。八王子には芝木隊も総動員されたみたいですね。非公認の元経産大臣西村康稔さん当選、時点の立憲候補の 1.5 倍ぐらい票を取って当選しておりました。地元周りをまめにやっててイケメンだし評判よろしいようで、西村王国を築いている兵庫県にらしいであります。同じく非公認で出馬の平沢勝江さん、葛飾区79歳、日頃の地元周りが聞いて当選、だが平沢さん64,500票、時点の国民民主の円香頼子さん52,000票に迫られて、今まで通り圧勝っていうわけにはいかなかったみたいだな。今まで平沢さん圧勝だったんですよ。もうゼロ打ち当選、いつもいつも。非公認の世耕元参院幹事長当選、二階三男、71,000票ですね、101,000票で下して、結構差はつきましたね。二階三男は比例復活もならず落選してしまいました。惜敗率つってあんまり迫れないと、比例復活されないんですよね。萩生田さんと西村さんと平沢さんは非公認だが自民党支部長なんで自民議員ってことで、いいんでしょうけれども、離党してですね、離党させられてですね、自民党公認候補の二階三男を蹴落とした世耕さんの復党はちょっと難しいでしょうね。森山幹事長は復党させねえって言ってるし、浪人中の二階三男がですね、病気とかで議員になることを諦めればワンチャンありますけれども、豊島区にもいるんですよ。ずーっと浪人してる都議候補の、堀光道さんって人いいんですけど、もう8年ぐらい浪人してんじゃないかな。自民党豊島区支部長って役職ついて給料もらって、まあ生活費もらってんですけれども、また都議選やったらそれに挑戦するわけじゃん。なんか2回落ちたらもうダメねとかルール決めた方がいいんじゃねえのかな、思いますけれども、二階三男は和歌山の自民党が養っていくんでしょう。なんか事務かなんかやらしてね、でまた選挙来たらやらせんでしょう。その抱えてるのをですね、やめないと瀬子さん戻れませんね、この選挙区では。石破政権で法務大臣に任命された牧原秀樹53歳、78,250票を得たものの、枝野幸男107,778票に敗北。惜敗率で比例復活もなりませんで、そのまま落選になります。現役の法務大臣が任命し直ししなくちゃダメですね。法務大臣いなくなっちゃったらね、石破政権ね。前回は枝野に肉薄して比例復活できたんですけれどもね、けどそもそもですね、比例復活の人を大臣にすんなって話じゃねえの。選挙強い人を大臣にすべきじゃないの。立場弱いんだからさ、地元に人気ないってことでさ、そもそもが、石破政権で農水大臣に任命された小里康弘が立憲候補と一騎打ちの末落選、比例復活もならずと。農水大臣を辞任する意向を明らかにしたそうだが、もう議員じゃなくて一般人なんだから当然じゃないの、そんなの。法務大臣に続いて農水大臣も落選とは、現職大臣って肩書きが通用しなかったんですね。ヤンキー先生の義家博之元文科副大臣が落選、比例復活
不可処分でそのまま落選しました。同じ神奈川の三原純子さんが熱心に応援してたけど残念でした。参院から東京7区に鞍替え立候補した丸川珠代さん、53歳、立憲の元職松尾明弘に敗れ落選。まあポッと言ったからね、比例復活不可処分でそのまま落選でありました。埼玉9区で立候補してた夫の大塚拓さん、前衆議51歳も落選。夫婦仲良く政界から引退で退場ということに。あららららら。丸川さん、しれっと来年の参院選東京選挙区に出っかもしんねえな。神奈川20区に出馬していた甘利明元幹事長、立憲新人に敗れ落選。大塚さより43歳、8万3000票甘利さん6万3000票なんで新人に肉薄できて、ませんね。自民党ルールでですね、73歳以上は重複立候補なしねということですので、そのまま落選しました。この前も現職幹事長にもかかわらず落選してですね、比例復活したし、あまりさん、地元の人望ないね。75歳だし、もう引退でいいんじゃないの？もう若者に席譲ったら？非公認処分を受け、無所属立候補していた江藤誠一郎元衆議院副議長83歳落選。当選の6万2000票に対して2万7000票しか取れてないですわ。自民党の看板が外れただけでだいぶ落ちぶれましたね。年齢的にですね、83歳だから、若い人に席譲って引退出馬せずにっていう選択肢もあったのに生き恥かきましたね。議席も失ってね。安倍総理の甥の岸信千代さん初当選。山口県の全議席を自民党が独占しました。つえー、これも安倍総理の功績ですかね。勝手に外国人参政権をやらかした神奈川県綾瀬市を含む神奈川13区、立憲の現職太秀氏が自民新人を破って当選。太8万8000票、自民新人6万票なんで惜しくもなんともないな。太は真面目に地元周りとか頑張ってんでしょうかね。共産党が1万票削っても自民届きませんでした。父ちゃんがニトリに買われて中国共産党とのパイプ役をやってる機械一世で、何でもかんでも差別だ差別だで口答えする河野太郎の子分エリ・アルフィア落選。残念ながら比例復活してしまいました。比例復活不可処分にした43人の比例票のおこぼれが回ってきたんだろうが、悔しい。元グラビアの森下千里さん初当選。東北ブロック比例単独だったそうで、この人割とね右っぽいので期待しております。明治ファルマに訴えられている光の戦士原口和弘当選。9万6000票で時点の自民党元経産副大臣7万9000票を破る。議員の席を確保したんでこのままワクチン劇場は続くみたいであります。元武蔵野市長で菅直人の後継者松下玲子を自民党新人福田香織さんが破って当選。9万9002票と9万6820票の接戦だったんで松下は比例復活してしまいました。エリ・アルフィア並みに悔しいですね。参院から鞍替え出馬の維新音喜多落選。芝木隊に突き飛ばされて怪我までしたのにどうして。勝ったのは海江田万里元民主党代表75歳。まあ大胆だこの人。音喜多も丸川さんも、参院から鞍替えで立候補、突然ポッと全然自分が行ったとこじゃないとこに落下さんでやってるんですけど、これ落ちるの前提であれしてたのかね。で来年の参院選にしれっと復帰するんでしょうか。で丸川さんも音喜多も、衆院で受かったらそのまま衆議院議員で参院には新しい人立てるみたいな戦略だったんでしょうか。公明党新代表石井啓一落選。おお、重複立候補しておらずそのまま落選の大事件ですよ。票差もですね、国民民主鈴木さん7万票、石井6万票なんで激戦接戦にはなりませんでした。公明党副代表の佐藤なんていうんだろう茂樹さんかな、もう大阪3区で落選。代表副代表が揃って落選という公明党始まって以来の大失態になってしまいました。やっとやっと力が衰えてきたんでしょうかね公明党。やっと来年の参院選の全国比例票が楽しみですよ。
22年の参院選では618万票も公明が取ってて、ちょっと絶望しておりました。石井新代表、若く見えるけど66歳だったんだ。見えないな、もうちょっと若く見えるよな。選挙結果、自民党191、マイナス56。これもっぱらの予想の50人落選っていうのより多かったっすね。公明党24、マイナス8人。公明党にしてはだいぶ落としたな。やっぱ落下さんで自分の馴染みのないことをポッて、言ったからダメだったんでしょうか。立憲148、プラス50。これですね、自民党に前入れた人が、今度は立憲に入れましたってことではないんですよ。ことではない。自民党が嫌な人が、維新とか民民に、国民民主に入れた結果ですね、みんな背が縮んじゃって、自民の背が縮んじゃって、立憲に入る票は変わらないんですけど、結果的に立憲が周りが沈んでですね、1位になった、いうことなんじゃないかと思っておりますけれども、維新38、マイナス6人と、ゴダゴダありましたもんね、維新もね。民民28、プラス21、4倍増の大躍進であります。令和、9、プラス6、3人から9人に、これなんだろうな、どっから行ったんだろうな。共産8、マイナス2、しれっとビゲン、賛成党3、プラス2、1人だったんか、じゃあ今まで。保守党3人、プラス3、0人だったのが3人に国会議員出すことを成功しました。河村市長と比例が2人って聞いてます。社民1、プラマイ0、世論です。公明党と手を切ったら自民党支持率上がったりするのかな。石破自公で過半数いかなかったんだから辞任しろよ。無所属全部足しても過半数ダメか。国民民主が日本のキャスティングボードを握るのか。立民は野田を代表にして変なこと言わなかったのは勝因かな。高齢者が支える公明と共産は回復無理だろうな。高橋さんを裏切って石破にした報い。岸田の退任も石田の解散もタイミングがバカすぎる。自民惨敗しろとは思ってたけど、立民が伸びるのは心外。無所属が全部与党に行っても過半数ならないね。即選挙した石破に責任ないとは言えないと。心外ですね。立憲が50もプラスになっちゃうのね。これ自民はいいやつって、民民とか維新に投票したら、自民の票減っちゃって、立憲が1になっちゃった、票数変わんねえのにってことなんだと思うんですけど、試験ですけど、私が比例票入れた保守党、議員5人にはならなかったですけど、 2% 要件をクリアして国政政党になったそうです。めでたしめでたし。政党交付金もらえますね。自公で215、過半数の233には18人足りません。維新38か民民28を取り込めたらクリアなんですけれども、公明党大嫌いな維新はすでにですね、連立しないって表明済みなんで、民民と組みしかない状態であります。石破はですね、玉金の靴舐めても取り込まないと国会が停滞不可避。玉木に総理を譲ってでも連立しないとやばいんでないの、これ。公明マイナス6、共産マイナス2、しれっと減っててめでたしめでたし。どっちも高齢者に支えられてると、というしか、党っていうか、宗教、教団なので、これから上がるのは、まあ難しいでしょうね。マイナス6の維新は万博のゴタゴタと兵庫県知事でイメージ悪化ですかね。マイナス56という政権交代以来の大敗、歴史的大敗に小泉選対本部長辞任の意向を石破に伝える。新次郎は貧乏くじ引きましたね、これ。逃げ足の速さは称賛に値しますけども、もしかして石破政権にも見切りつけていくかもしれないですね。まあ何にも考えてないっていう可能性も大ですけれどもね。自民党マイナス56のうち裏金議員の落選は27人でした。約半分が非公認や比例不可処分で落ちちゃったみたい。処分を受けた裏金議員は43人だったみたいなんで、29人は処分を受けてないが普通に落選したって人みたいであります。56のうち26が普通に落ちた。半分は普通に落ちた。世論です。結構受かったな。脱税推奨か。やっぱり裏金は落ちるのは当たり前だけど。落選率高すぎ。安倍派粛清はある程度成功したな。
今までの惰性選挙に比べたらはるかに意義があった。裏金と関係ないのに落ちすぎで草、これは普通に落ちた29人のことですかね。今後自民や党内の足の引っ張り合いが激化してさらに支持を失うだろうと、この選挙は岸田と石破がですね安倍路線を徹底的に潰すと決めた党内構想でして、そのための非公認、そのための比例復活不可でありました。当選できて残った、安倍派議員と38人いる安倍派参議院議員の逆襲が今後始まりますね。石破も森山もやめない気でいますよ。呆れたもんだな。56人っていうあの歴史的大敗、辞任せず国民民主に協力を呼びかけ政権維持を図る意向だそうです。26日の時点でですね漏れてた情報通りですね、世論です。みっともねえ。いややめなさいよ。高市にしとけばよかったのになんでこいつなんだ。メガネが常に裏にいる。国会どころか党内ですらまとめられないのに、安倍派を駆逐できて満足満足。安倍派を落選させることに成功した石破の戦略通り。まず過半数とは何か、ねっとり、過半数から大幅に足りないから不信任簡単に通るぞ。周りが引きずり落とすから続投無理だろう。本人が続投したくても周りが許さんでしょう。もたもたしてると党が割れるぞ。次の参院選も大敗する、惨敗するぞ。26日の情報でですね自公過半数割れても引責辞任しないでしがみつくみっともなく、国民民主を引き入れる、増大する公明党の影響力を抑えるでした。公明党は代表副代表を揃って落選とマイナス6っていうダメージを負ってんで、まあ何にもしなくても対策しなくても良さそうなんですけども、玉木に総理譲るとか玉木財務大臣ぐらい情報しないと組んでもらえないんじゃないの。今なら内閣不信任案が簡単に通るだろうしね。法務大臣と農水大臣が落選してんでしたっけ。内閣不信任案突きつけられたところでもうすでにボロボロですね。引責辞任しないつもりの石破、みっともなくしがみつくつもりの石破、西馬、2007年参院選で大敗した安倍総理に選挙に負けたにもかかわらず続投するのは理屈が通らないと党の総務委員会で公然と批判していました。世論です。石破は安倍さんにも麻生さんにも公然とやめろと言ってきた人です。また過去の自分に後ろから撃たれたんか。ブーメランよの。何から何まで間抜けすぎる。過去の発言全部自分に返ってくるの。過去の自分に打たれる石破。自分のことは棚に上げて他者を非難するだけの野党体質。こいつ言ってることとやってること正反対で何を信用すんだ。こいつを選んだ議員は本当に自業自得。石破全部あのメガネのせい。岸田も責任取って石破と一蓮托生でよろ。石破に言われた安倍さんね、やめてですね麻生さんに総理譲ったんですよね。石破は誰かにですね選挙に負けたにもかかわらず続投するのは理屈が通らないって言われたらどうすんでしょうねこいつ。答え、聞こえないふりして居座る。この可能性高いでしょうね。今この場を切り抜けたとして絶対に自民に投票しない野党支持者だけに人気の石破では参院選ボロ負けでですね政権交代の悪夢迫っちゃいますね。多くの仲間が討ち死にした安倍派は恨み骨髄だろうし、続投の意向って報道されてるが到底無理なんじゃないのこれ。けど辞めさせられる前に辞めてですねダメージを抑えるなんてことも思いつかないでしょうね。あの壊滅的な政治センスだから。なんかあの過去の自分に怯えるってジョジョのディアブロってキャラクターに似てますね。何言ってもブーメランになっちゃうって、好き放題言ってきたからさ。というわけでチャンネル登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。